こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、始まりました、空間日和のロックオンミュージック。はいはい、沖縄で活動するインディーズバンド空間日和のドラムボーカルリカコです。ギターコーラスマチコです。ベースコーラスのハルキです。はいはい、うん、いや最近めっきり暑くなりましたね。暑くなりましたね。そして今夜は特に暑い気がしませんか。クーラーぶっ壊れてる。なんとなんとね、クーラーも、うん、びっくりした感じでね。あ、この暑さに負けたか。そう、今年の、ね、クーラーが負けたらダメやろ。一番頑張り時やのにね。存在してんだよ。こらこら、ハルキが頑張ったらいいんだ。頑張ったら暑くなるぞ。頑張ったら暑くなりますよ。でもさ、ハルキさんさ、はい、なんです、暑ければ暑いほどあのお方が活躍するんじゃないですか。あのお方ですね、私の尊敬する、とても博愛している稲川淳二先生のことですか。そうそう、シーズンやもんね。それそれ、そうですね、うんうん、そうそう、先生の、まあ、どういうこと。なんかね、20分ぐらい俺にくれよ、枠を。いや、あ、ラジオの中でってことですね。そうです、そうです。あ、20分も、稲川先生説明するの20分ぐらいしてる。ちょっと待って、毎年やってないですか。毎年やってます。毎年やってるよね。はい、これ一応ロックオンミュージックだからさ、まあまあまあ、音楽もね、いろいろ取り上げたいのいっぱいあるじゃん。はい、うん、ほらね、はい、から音楽の話をしようよ。ほら、伊賀先生はね、まあ、はい、あの、熱って時にね、不意にやろう、不意に。はい、うん、お、早速ツイキャスのコメントが届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。まこちゃんさんから、先日のオーサムシティクラブ、ヤングオハラとの対バン楽しかったです。ということで、ありがとう、ありがとうございます。お越しいただきありがとうございました。ありがとうございます、はい、先月末のね、5月27日にアウトプットでオーサムシティクラブの、うん、まあ、2日間ライブがあって、その2日目に自分たちもご一緒したんですけども、うん、はい、どうでした。いや、楽しかったね。そうっすね、月並みですね。それに尽きるってことじゃないですか。そうなんだよね、うん、今のシャレじゃないよ。うっせや、うん、涼しくなってきたね。涼しくなってきたね。はい、ということで、はい、空間日和のロックオンミュージック、この番組は空間日和的観点から音楽を解釈し、音楽が好きという情熱を自由気ままなスタイルで空間日和なりに発信紹介する音楽番組です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはこちら、797@fmginowan.com までお送りください。件名に空間日和宛てと添えて送ってくださいね。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも生配信中、ツイッターも連動してますので、ツイートでのコメントも待ってます。乗り越えたね、今乗り越えた。いや、ちょっと今は乗り越えたんだけど。そうそうそう、そうなんだ、持ち直した。あ、今ちょっとなんかラジオ DJ 感があって、おおと思ったけど。あ、ちょっと語尾強めるやつね。そう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 、いや、あれは体勢を立て直した。はい、ということで、あの、はい、ここで、あの偉大な一人土成さんからイベントの紹介コメントが届いてますので、はい、紹介したいと思います。お聞きください。ロックオンミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。沖縄で音楽活動をしております、ひとり土成です。現在、バンド編成での練習をたくさんやっております。なぜかと言いますと、来週6月14日水曜日に、那覇市のアウトプットでライブをします。東京のというアーティストさんがいらして、で、沖縄からは、人気上昇中八木文友さん、そして私一人土成がバンド編成でイベントに出演します。週の真ん中水曜日、平日の夜ですけれども、もう絶対に、本当月並みな言葉ですけれども、絶対にいいライブをしますので、ぜひ遊びに来てください。イベントの詳細はカタカナでひとり土成とインターネットで検索しますと詳細出てくると思いますので、ぜひぜひ探して足を運んでください。それでは練習スタジオでちょっと録音してみた曲を聴いてください。ひとり土成で吸い殻。
し尽くしたベッドの上には愛の吸い殻だけが転がっている。互いの針を行き来した後は意味のない残骸となり果てるだけ。低く飛ぶよ各機がただいまを詰め込んで帰ってきたよ。いただいた曲は一人つてなりで吸い殻という曲でした。皆さん来週の水曜日6月14日は那覇のアウトプットへぜひ遊びに行ってください。ということで今夜も空間日和のロックミュージックよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今1分 CM 入ってます。で今日あのクーラーが壊れていてホットな環境らしいので、めちゃくちゃ寒いけど、マジか、風じゃねえ、何このギャップ。クーラーはずっと寒いと思ったやばいね、快適に感じる。俺はなんか違うんだけど、いや僕もちょうどいいまずいな。デブは快適なのかな、やっぱ体感が必要なんじゃない。テストインだから何も古くなかったよ。ちょっと急速に忙しすぎる。皆さん、テンション上げ上げでよろしくお願いします。お願いします。行きますか。10秒前です。5秒前。2。ということで空間日和のロックオンミュージック、今夜はですね、どうしました人数が多いんですよ。そうなんですよ、ギュッとしてるね。はい、じゃあ早速紹介 したいと思います。はいはい、じゃあマッチお願いします。そこで振るんや。今夜は、我々も属するコミュニティのお隣さんからカイノのメンバーさんとバルブフィクションのメンバーさんに来ていただいております。こんばんは。いやいや、メンバーさんってよそよそしいな。なんかあの自己紹介はこの自己あ今からね、そうそう、ご自身セルフね、セルフね、そうそう、セルフでお願いしようかなと思って。はい、セルフサービス。ではじゃあ一番左の私から遠い方から。はい、じゃあ皆さんどうもこんばんは。カイノでドラム、コーラスを担当しています金島と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金島なんですね。そうだね、苗字で言うのはあれかな、ね、久しぶりかな。なんで今苗字で言ったんすか。いや、仕事柄仕事柄あの、なんか自己紹介するとき苗字で言っちゃうかなっていう。なんかジェントルマンな感じだね。
そうです、うん、名前も乗ってきましたね。はい、じゃあ今日は金島さんで行こう。あ、いや、いつも通りでいいですよ。しんさんです。あ、はい、しんさんです。海野のしんさんです、はい、よろしくお願いします。続きまして、はい、バルブフィクションからボーカルの早田です。そして隣にいるのは、まあ、タコ紹介まだむずいわ。皆さん、お礼ですよ、お礼。バルブフィクションのギターコーラスやってます、ジョシュアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいい名前だね、ジョシュア君ね。ありがとうございます。本当にいつも思うよ、俺。ですよ、今日は下の名前で。あ、もうすいませんね、ちょっとよそよそしくてね。ゴールデンアイランド。わかりづらい。ゴールデンではないんだけど。ジョシュアの名字なんだっけ。僕、仲間です。一気に親近感湧くね。仲間さんと兼島さんだね。仲間さんでよろしくお願いします。はい、ということでね、はい、これがあのお隣さんのメンバーだぜ。はい、イエーイイエーイ。ありがたい。すでにやりづらさがということでね。じゃあ、あの今日は全員は来れなかったんだけど、はい、じゃあカイノの、はい、カイノとはどんなバンドか、バルブとはどんなバンドかっていうのをね、うん、初めての人もいるかもしれないので、軽くカイノから。はい、カイノはですね、なんて言えばいいんだろう、分かりやすく言うと、デブが歌うバンドです。非常に分かりやすい。分かりやすいですね。声が高いデブが歌っているバンドですね。そうですね。はい、今日は いらっしゃらない。今日はそうですね、残念ながらちょっとお仕事で来れなかったんですけど、まあ、あの、YouTube とかで調べていただければ、一発目に、ミュージックビデオも出てくるんですけど、まあデブが歌ってます。まあまあ、まあ、でもこれ本当に聞くとおっって思うようなね、曲をいろいろと出してますので、ね、もしよければデブが歌ってるって気になったら、ちょっとね、一旦 YouTube でカイノって CAINO って入れていただければ。あの、そうそう、面白い英語なんですよね。はい、もう面白い動画がいっぱい出てきますので、ぜひとも。あの、ちなみにデブが歌ってるで検索したら出ますか。あ、残念ながら出ないんですよ。出ない。概要欄とかに書いてたらいいんじゃない。そうだね、ちょっとハッシュタグつけないと ね、引っかかるかも。ちょっとね、つけても面白そうだなと思って。そうだね、ただ本人がやっぱちょっとそこら辺あんまり嫌がるかな。ちょっと気にしますよね。ちょっと、うん、ちょっとああ見えてカッコつけしいなんで。もうみんなああ見えてとか全然わかんないからね。そうそう、これ基本音声だからね。そうですね、一度あの見ていただければ。はい、じゃあ CAINO でカイノ。はい、よろしくお願いします。はい、あ、でカイノちなみに3人構成だよね。はい、そうですね、3ピースで、うん、3ピースで、はい、ドラムもデブですし、ベースはまあね、細い方なんですけども。あ、そこは揃えてこなかった感じですね。必要ないかなと思って。確かに、うん、要求はされてませんよね。そうそう、むしろどっちかというと細い方がね、バンドとしてはやっぱりちょっと利点は大きいとこもあるのかなって思ったりするとこもあるのでね。そうだね、あの、うん、メリハリ大事ですよね。そうですね、ツアー行くとやっぱちょっとデブは辛いなっていうのは感じますけどね。飛行機的な話ですか。リアルだな。もうなんかね、そうそう、でも回の音、そのやってる曲がめっちゃいいんだよね。はい、かっこいい。そうそう、ありがとうございます。透き通る感じで、皆さんぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ次は、バルブの紹介をお願いします。はい、バルブフィクションはどんなバンドだろうね。東京出身っぽい会のやつがめちゃくちゃベラベラ英語で歌ってるよね。あと、はい、ギターがデブだね。こっちも年々で、あのベースのやつがあのすごい変な動きをライブでいつもするので、珍獣って言われてます。そんなって言われてたんですね。はい、なんで、あの、そうなの、2人の人間と珍獣1匹とでやってますね。そう、あのよく沖縄市、コザでよくライブをするんだけど、うんうん、あの外人のお客さんとか外国人のお客さんとか、うん、結構来てて、うん、あのうちのベースを見て、おう、アニモルって言ってます。すごい、世界共通な韓国人。すごいね、そうだね、言われてみれば。何人にも珍獣って言われてるんで。あ、でもステージの動き結構独特だよね。そうっすね。ベースのセイヤっていうんだけどね。はい、今日来てないんですけどね、ちょっと、うん、見せたかったね。見せたいっすね。ツイキャス越しにね。ね。バルブも YouTube とかで探せば。あ、ありますね、はい。英語でもう、なんスペルお願いします。何のバルブ YouTube でどうやって探すか。バルブは VALVE フィクションは
F-I-C-T これメモの用意必要じゃないですか。そうだよね、分かんない。ね、カタカナでバルブフィクションってやれば多分出ると思う。その通りだろ。あの出るね、投げたね。マイナスパルプって入れてくれればパルプフィクションが省かれるんで、うん、あパルプフィクションって、ね、引っかかってきちゃうんだ。引っかかってくる、バルプフィクションでも引っかかってくるね、はい、ああなるほどね。そこそこ、じゃあカタカナもしくは英語でバルブフィクションで出てくるんだね、はい、あ沖縄って入れれば確実に出ると思います。あ大事なキーワード沖縄、はい、はい、バルブ沖縄で お願いします。はい、でバルブはちなみにどんな音楽をやってるかっていう、基本そのなんでしょうね、ダンスミュージックにロックを掛け合わせたような音楽をやってますね。あ、はい、踊れる感じな音楽を目指してやってます、うん、オルタナティブってやつですね。そうですね、何でもかんでも混ぜちゃう、ぶち込んで、はい、おやってみようみたいな、うん、そんな感じですね。あなんかその曲のイメージと裏腹に真面目だね2人とも。楽器を持たないとね俺たち。あすごい静かに。そうかそうか、楽器がないとあれなんだね。ちなみにあのうちのベースも楽器がないと暴れないから、あアニモではないかって、うん、確かに結構温厚なイメージある普段。確かにね、うん、ステージ見たら誰だっけってなるよね、うん、そうそう、楽器持ってる時から酒飲んでる時じゃないと全然静かっすよ。そうなんだ。飲むとうるさい。なんか本当に何だろう、ま、お祭りというか、なんか なんだ踊る系のバンドって感じだね。はい、はい、ちょっとじゃあ私が下手に締めましたけども。はい、でじゃあこの回のバルブ空間の3組で発信した始まったお隣さんっていうねコミュニティなんですよね、はい、我々、うん、はい、じゃあお隣さんってなんだろうね。まあ今ほぼ言ったけど、この3組によるまあでも目的としては県内外でいろんなバンドと楽しいイベントをやって、うん、でお客さんも一緒にこう共有していくみたいな、うんうんうん、そういう目的を持ったコミュニティですね、うん、素晴らしい、満点、満点です、満点です。模範回答、模範回答ですね。素晴らしい、恐縮です。なんか今日真面目だなみんな。バンドなんてこんなんだっけ。みんなあれかノンアルコールだからかな。そうだね。飲むとすごいんですよここにいる、ね、おデブちゃんたちね。冗談ですけど、そうで、もともとこの3組のバンドでお隣さんっていうコミュニティ組んで始めたんだけど、はい、うん、途中でね、ニューメンバーがね仲間が増えましてね、そう、うん、入ったんです、うん、今いないんだけどね、そうですね、残念ながら、はい、じゃあ、春樹さん、はい、そのニューメンバーのお名前は何ですか。見るんかい。カンペ見てる。ね、シンさん教えてあげてる。あじゃあこれ見た方が早いんじゃない。これの、あ、これこれこれ、コードロックの DJ、はい、りょうやさん、はい、はい、よく言いました。ちょっと待った。ちょっと待った、マッチちょっと言ってあげてよ。 DJ とうやさんですね。はい、そうそう、とうやさんですね。これどうやって読むんですよ。今の40点です、ね、やば、ごめんなさい。いやいや、もう打ち上げでリンチだなお前はな。そうだね。まあまあすいません、春樹漢字弱いんだよね。すげえポロやな。そのあの弱いとかのものじゃないと思う。そう、昔ね履歴書とかであの趣味音楽って書くときに音楽の楽を薬って書いたんで。なんでその話してる。飛んじゃうじゃんお前。そうそうそう、お隣さん自体は2015年とかから始まってるんですよね。そうそう、そうそう、最初のイベントを2015年の3月にこの3組でやって、うん、で、うん、東野さんが入ったのは翌年ぐらいでしたかね。そうだね、はい、そこからは、まあ、3バンドプラス、まあ、1DJ っていう形で活動しているわけですけれども、はい、はい、でもじゃあここら辺で、うん、そろそろお隣さんのメンバーの曲をかけてみます。なんか優しいって選んだね。かけてみますって選べる感じだね一応。、はい、いやもうかけよう。かけます。はい、かけようよね、回のね。はい、はい、はい、もう聞いていただきたいですね、ぜひともね。はい、じゃあ、しんさんから
はい、曲紹介をお願いします。はい、いつもライブの最後にやってる曲なんですけど、かわいいので、メリミ。いただいている曲はカイノでメリーミーという曲ですね。これあの定番っすよね。そうですね、もうライブの最後はこれで締めるので毎回、はい、なんでライブをライブでうん、これで締めるのかっていうのは個人的にライブでぜひ見て分かってほしいなと、うん、そうですね思いますね、はい、まあ、ちょっとヒントがコメントに書かれてるんですけどね。あ、あこっちゃんさん本当だ、時間が止まるとこ好きですもう全て言ってるよ、ね、そうね、もうほぼ言われてる、うん、そうなんですよ、このどういうことだろうと思った方はぜひライブに、うん、そう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 ね、そうそうそう、はい、この曲ね、魔法かかるんですよね、うん、そう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 、で、みんな魔法かかりたかったらライブに来るしかないですね。あ、そうそう、ぜひとも、はい、客でも客もかかってくれたらちょっと嬉しいですけどね、まあ、逆にちょっと怖いですけど何の時間かわかんないです、そうそうそう、若干恐怖の時間みたいになっちゃう ね、何の反応もないみたいなじゃあね、そんなじゃあ回のがね、このお隣さんのライブで見れるんですけど、はい、今さらっとお隣さんのライブとか行っちゃいましたけど、はい、そう、なんで今日我々がここに集結したかというとね、はい、ライブがあるんですよね。ありますね。わライブがあるぞ。イエーイ、硬いぞそうなんですよ。じゃあどんなライブがあるのか、じゃあマッチーから簡単に、はい、タイトルとかね。そうですね、ですね、今月の6月25日日曜日に那覇にありますアウトプットっていうライブハウスで、はい、我々お隣さんが主催するお隣さん in サマーっていうイベントがあります。はいはい。で、まあ、今回その私たち会の空間日和、うん、バルブフィクションの3組のバンドとあと DJ のトヤさんに加えてゲストが出るんですよ、うん、そうなんですよね。さっき軽く言ったけど、はい、県内外ね、うん、混ぜてというか、うん、で、この沖縄だけに限らずなんか面白いことしたいね、じゃあどんなしたら面白いことできるかなっていうことで、うん、
県外からね、はい、ゲストを召喚したわけですよ、はい、で今回お呼びするのがベンサムというバンドですね。あもうね、ほんとかっこいいですよね、ベンサム ね、 いいね、イケメンだしね。イケメン痩せてるし痩せてるしね、ほんとほんと芸能人ほんとすごいと思うそう、痩せてるやっぱ大事なんだね、バンドマンには。やっぱね、ビジュアルは大きいよビジュアル大きいと思うよ、俺は、うん、でも、カエノのビジュアルもかなり美味しいですけどね。そうね、でもそこはね、フルで活用していかないといけない、ほんとね、やばい、大人のバンドだねそうなんだよ、ベンサムが、はい、来るんだよ、うん、来ます、はい、男性4人組のロックバンドですね、はい、うん、曲もとてもおしゃれですしね、この人たちもね。そうですね、うん、なんか最近あのツイッターの方でね、動画の方もちらっと流しているんですけども、はいはいはい、まあね、ちょっとコメントもすごいスマートな感じで、うん、そうっすねあれ見て本当に芸能人だなと思いました。そうだね、すげえなと思いました、うん、なんかみんなベンサムに感動してる呼んだんだよ、ベンサム我々で、そう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 、お隣にあるから、ね、すごいね、その来ます ねめっちゃ他人事みたいになってじゃんおいおい来るねーみたいな、でも自分の行かないみたいなところはあるのかな、こらこら、なんかこんなよそよそしいお隣さん見たことないよでもこのベンサムっていうバンドが今年の春にメジャーデビューしたんだよね、うんうん、そうですね、そうついこの間だよね、そう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 、4月の12日だったっけ、すごい詳細まで、うん、うちのリーダーがよく言うので、うん、なんて言うんすか、覚えちゃった、いやこの紹介するときに4月の12日にメジャーデビューしましたベンサムというバンドを呼んでっていうすごいスラスラと喋るからすごいなって思いながらいつも、あ、ゆたかさんいっぱい練習したのかなちょっとその姿見たくないなあ、でも、まあ、滑舌が上手なのかもしれないね、そうだねで今回このベンサムっていうバンドがゲストで出るんですけど、うん、さらに、VJ も加えてお届けする、うん、予定でして、はい、この VJ は、カズさんっていう方ですね、はい、ハルケ VJ ってわかる、ビジュアル、おおおジョッキー、んジャンクション待って、知ってる単語とりあえず言わないでそうや、J ってなんだよ、 J って何DJ の J って何DJ の J はジョッキーじゃん、合ってる、ほじゃ VJ もジョッキーじゃないんですか、合ってる、 VJ の J はジョッキーなの、合ってんじゃん、俺に言うの合ってんじゃんなんでジャンクションって言い直したの目が怖かったみんなちょっと自信なかったね確かにね、みんな一応基本日本人だからね、そうですね、そうそうそう、うん、そうそうなんですよ、で VJ をね、はい、もうゲストで、はい、うん、呼んだんですよね、はい、なんか今までと違った感じになると思うので、あの正直ちょっと僕も楽しみなんですけど VJ 入る、うん、そうですね、ねえねえ、普通に感じっていうのは、ね、そうそう、お隣さんこれまでも何回かライブイベントやってきてるんですけど、うん、VJ を取り入れるっていうのは初めてでね、うん、私たちが演奏してる時にね、その映像を流していただけるみたいなので、うん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 、そう、何が流れるのか我々も全く分かっていないという、うん、確かにそう、そうこれね、あのはなんだろう、このワクワク感っていうの、うん、分かんないから絶対面白いよでもバルブフィクションは以前にもイベントで、そうです ね、はい、うんうん、あの2月にあの僕らの企画でちょっとカズさんに出ていただいたんですけど、はい、もうすごい映像がこの演奏中にメンバーステージにバーって当たるんですけど、それがもうすげえ綺麗で、やっぱその後のライブの反響がすごい大きかったんですよ、行ってよかったみたいなのが結構あって、いやなんでちょっと今回はちょっと前回やったところはスランバーっていうあの沖縄市にあるライブハウスだったんですけど、そこよりアウトプットの方がでかいのでもっと大きく映像がバーって見れるので、ちょっと今回迫力すごいんじゃないかなって、すげえ楽しみにしてますね、いいな、本当に楽しみにということで、これは、うん、すごい、どうよ VJ、VJ、うん、正直ちょっと楽しみ、うん、どんなすんだろうなみたいな、そうだね、多分リハで感動するんだろうね、まずはね、えリハビすんの、えやらない、えやらない、見ちゃうじゃん
あ、本番に取っときたいんだね、ハルキ。でもやらんと絶対まずいよね。絶対まずそうなやつよね、やらんと。まあ、絶対やっといた方がいいやつ。絶対やってた方がいいやつよね。はやたもそう思うよね。はい、そう思います。めっちゃいい。まあ当てられた生徒かよ。先生と生徒みたいな。まあ、かなり今不意に当てちゃったからね。ごめんごめん。そうだね、じゃあそうなんですよ、なんか今日のお隣さんは真面目モードなんですけどね、はい、このイベント平日、ね、平日今日が平日はこんな感じなんだ。そうそうそう、あ、そっかかもしれないね。平日テンション低いね。そうですね、なんか低くないよ、低くない。どうしたどうした。まあ、そうだね、みんな会うとき週末でアルコール入ってたからね。そうだね、うん、アルコール入ってないみんな見るの初めてかもしれない。多分初めてだな。いやいや、もうなんかみんなの意外な一面が知れたというところで、はい、はい、じゃあ今回このお隣さんね、今までライブイベントやってきたけど、まあ、ちょっと間が空いて今回久々ということで、はい、まあ、ゲストのベンサムも、うん、VJ のカズさんも、うん、もちろん楽しみなんだけど、うん、お隣さんの我々もね、うん、かましちゃうよね。もちろんそれはガツンと、はい、もうかましちゃうよねが優しいよね、もうね。弱そう。ふわーっとくるよね。そう、そうだね。ごめんね、なんかちょっと。ごめん、なんか謝られちゃった。俺まさか今日謝罪聞くと。そうそう。ごめん、自分も気づいたら平日モードだった。いや、やっぱ酒だな。バンドマンには酒だ。そうですな。じゃあここでちょっとね、一発、うん、このみんなをちょっと上げる曲でもかけちゃうか。はい、はい、じゃあ今度は曲紹介を空間の看板娘のマッチにお願いしようかな。はい、ではお聴きください、ベンサムで激しい雨。そうっすね、素晴らしいな。今は音声が流れておりません。今ってマイク入ってます。あ、今はマイクが入って、ツイキャスとユーストにはベンサムが聞けない感じに。あ、聞いてます。FM ラジオだと聞けてます。なるほどね、この時間結構言いたい放題できます。そうなんです。言いたい放題これはないけど、でリスンラジオっていうアプリ、無料アプリでスマホとかで今流れてる曲を聴いたりとかできるので、ベンサム気になるっていう方は無料アプリリスンラジオでぜひ FM ギノワンを選んで聴いてみてください。はい、 YouTube もありますよね。この時 YouTube ありましたっけ。うん、あるある。これがメジャーデビューシングルの曲ですね。タヌキの敬語が違和感。大事な場なんでね。あ、大事な場だからね。ちゃんとゲストの方来てくれてるのでね。カイノもだけど、ベンさんも結構ハイトーンボイスですよね。そうだね、うちらとまたちょっと違う感じのね。カイノはよりハイトーンな、うん、そうそうそう、ピュア感が強いけど。ピュア感、うん、変声機なかったから。すごいなって思うんだけど。変声機なかったんだ。そうそう、だから小学校から声が変わってないっていう。すげえな。あ、でも一応ここ10年ぐらいで徐々に低くなってきてはいる。え、マジっすか。そう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 、そう、廊下によりってことか。あのね、本当に廊下により、やべえ。取った音源と今の声ってやっぱちょっと違う。聞きたい聞きたい。そうなんだ。うん、本当、あ、声若いって思う。太ってないと思うから。なんか YouTube で作ったらいいんですか。デビュー期から今の高さんのどんだけ声が低くなってるかみたいな。そうだな。動画作ったらいいんじゃないですか。あと体重変動作っても面白いかもしれない。痩せてたんですよね、もともとは。うん、もともとね、70キロなかったんだよ。俺出会った時は68ぐらいで、そっから俺が入ったとして80ぐらいだったから、うん、今もう大台ですもんね。3桁っすよね、うん、100キロ超えたあたりぐらいからすごかったね、成長のスピードが。でもなんか友達のデブが言ってたんですけど、友達のデブってパワーワードだな、めっちゃ。友達のデブパワーワードだな、めっちゃ。
放送してない時に盛り上がるんじゃないよ。俺は10回めっちゃ面白い。同じデベックスが3桁は才能って言ってましたから、ね、あ、なんか行かない、行かないみたい。普通は行かないよ。あら、私聞いてないから分かんないんで。そうだ、あ、そっか、そうだよね、ごめんね。パワーはね。あと10秒です。シュレシュレシュレ。お届けした曲はベンサムで激しい雨でした。はい、はい、あの曲が流れてる間、このお隣さんメンバーが今日一番の盛り上がりを、いや、まあ、いろいろあったんですよ。見せてたんで、すごい、これ YouTube のキャッシュで見れるのでぜひ後で。あ、そうだね。ね、でその時にちょっと上がってたのが、はい、ベンサムも結構ハイトーンボイスだよねっていう。うんうんうん、カイノの豊かさんももう 誰もが思うハイトーンボイスなんですけど、ね、うん、ベン様も結構ハイな感じでね、うんうん、で爽やかというか、うん、かっこいいですね。爽やかですね。だから夏このお隣さんインサマーにもってこいのゲストなんじゃないですかね、うんうん、ね、うん、そうだよ、今回お隣さんインサマーっすよ、うん、はい、そうですね、そうですね。みんな夏を意識した感じでやるんですか当日は。お、いいっすね、島蔵とかいいんじゃないですか。お前いつも島蔵だよ。あるき年中履いてんじゃん。カイノのタンクトップみたいな。あ、やばそうだね。やばそう、やばそう。でも見たいかも。おにぎりも出したい。握らすな。ちょっと悪意あるよね。そうだな。そんなことはないよ。タモリさんぐらいでもね、タンクトップ似合うってさ。ああ。あの人似合うわけ。あのたまにスタジオでつけてくるんだけど、タンクトップ、あ、ベースの佐野さん、そう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 、似合いそう。俺と豊かはちょっとまずいだろうな。ハヤトもいけるちゃう。いや、俺ガリガリだから、ちょっとセイヤがあ、めっちゃ似合いやさ、野獣感ですよ、野獣感。セイヤ似合う。でもバルブはなんかタンクトップっていうよりはかっこよくビシッと決めてってほしい、うん、あー、まあ、スーツ感あるよね。アロハシャツを着たいですけどね、個人的には。似合うと思うよ、アロハシャツ。似合いそう、めっちゃ似合うと思う。じゃあ何、カイノはタンクトップが似合うってこと？カイノはそれで OK なの？で、ちなみにちょっとボーダーでマリンな感じを出してほしいなっていう。検討します。出せるんですね。楽しみにしてます。今度のスタジオでちょっと検討したいと思います。イエーイ、いいね、ちょっと楽しみ1個増えたね。はい、で今なんかちなみに今の話で気になったんですけど、次のコーナーは今更聞けないけど聞く、うん、2番での質問をやろうと思ってたんですけど、うん、今別に今更聞けないこともないけど聞きたいことがあって、うん、聞いていいですか。何ですか。ステージ衣装とか、うん、ステージの時の見た目って意識してますか、うん、とか決まってるステージ衣装。あ、バルブとか決める？前決まってたんですけど、最初は、うん、なんかそんなイメージあったけど、ね、やってたけど、最近は個人個人の、うん、そう決めてたんですけど、俺がもういろんな服着たいっつって、そういうこと？もう飽きたっつって、おしゃれしたいみたいな、年頃な感じや、ね、やめましたね。カイノも自由ですよね。カイノ自由だね。なんか一時期衣装を決めようって話になったんだけど、うん、結局衣装を揃えるってなってくると豊かのサイズがないってことになる。 4L しかない。そう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 。え、サイズバラしちゃって大丈夫？あ、全然大丈夫。あ、大丈夫。むしろそろそろ3L ぐらい落とした服を着させたいぐらいの。着させたいんだ。そう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 。なんかそれでも大きいけどね。うん、なんか本当ね、4L を超えるともう T シャツなんてすごいことになるから、うん、丈のね長さとか、あ、まあ確かに長くなりますもんね。そうそうそう、シャツワンピみたいになっちゃうんだ。そう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 。4L の大きさが分かんないんだけど、空間日和3人入りそうだよね、同じシャツ。あ、入りそう。入りそう。3人羽織みたいな。やばいね、真ん中と右と左的な感じ。袖のところからキモバケモンじゃん。手の中と違うキモ。なんか一個持ってこようか。ちょっと着てみたい。持ってきて、ね、ちょっと見てみたい。あいつ、このステージの時持ってきたらいいじゃないですか。あ、いやいや、持ってきた、あいつつけてるから。残せばいいじゃん。脱ぎたてを。止まった時がチャンス。止まった時がチャンス。脱が
すんや。脱いだらタンクトップだから。用意してる。ちょっとそうだね、あの例の時が止まる魔法の時にね。そうだね。脱がしましょう。脱がして三人羽織作戦。これはちょっと入念な打ち合わせが必要ですな。そうですね。そう、本当っすね。なんかちょっととんでもないイベントになりそうな感じがしてきたね。はい、はい。ちなみに他にみんな今なら聞いていいっすよ。聞きたいこと聞いていいですか。僕ちょっとありまして。聞いたことねえな。何何。思ったんが、うん、この2つバンドでどんな感じで結成したんかなっていうのが。ちょっと年も違ったりするじゃないですか。そうか、でも俺もバルブ聞いたことないな、うん、そういえば。そうっすか。うん、俺らもともとそのベースのせいやと、うん、あのもうちょっとやめちゃったんですけど、前にいたドラムと3人でも高校生の時からバンド組んでたんですよ。あ、そうなんだ。へー、はい、で僕があの東京に住んで、その時もう高校解散し、高校卒業して解散して、僕が東京住んで、で帰ってきた時にあのもう一回バンドやろうかって集まったんですけど、うん、その時のボーカルが辞めちゃってどうしようかなと思ってる時に、うんうん、その前の職場で一緒だった早田がそのコピーバンドやってて、うん、その時のライブ見たらこいつベロベロでライブやっててあいつ超いいじゃんってなって誘ったら、それで、はい、電話して誘ったらすぐうんっつって。あ、いや、このバンドに入る前までライブはベロベロになってやるもんだと思ってたから。おや、おやおや、すげえ気持ちわかる。超わかる、超わかる。必ずビールを置いてあってみたいな。でもそのおかげで今バルブにいるわけ。そうですね。すごい。そんな感じですね、本当に。じゃあ海野さんは。いや、うちはだから元々海野ってバンドが2000年の時にあって、うん、で、あってっていうか、まあ、その当時は、ギターの子と豊が最初に一緒にメンボかなんかで知り合って、でその子の時代や、そうそうそう、その子の同級生と先輩ギターの子を誘って4名で海野ってやってたんだけど、うんうんうん、結局、ドラムが抜けて、で俺に声がかかって俺が入って。知り合いだったんですか、もともと。あの海野のベース、元のベースとすごい仲良くて飲み仲間で、一時期は本当に2日に一遍飲みに行ってたぐらい、とっても仲のいい飲み仲間で、その後そいつがあの抜けたんだけどどうって言われて、ああ一緒に入ったらじゃあ毎日飲めるなと思ったからそれから始めて、で結局そいつも辞めて東京行っちゃって、うん、で豊と2人でボソボソボソ何何うわーって頑張ったんだよデブ2人で絵面、絵面が、絵面はな、絵面がそれはそれは地下に潜るわなっていやそこからあの別バンドで俺と一緒のやつはタモリさんに入ってもらって、うん、今の形になったっていうのが、あ、まあ5年前ぐらいかな。あ、じゃあ結構カイノは変化してきたんですね。そうね、紆余曲折あったね。見た目も変化したしね、だいぶ歴史がありそう。そうそうそう、なんか YouTube でカイノって調べて、ケノウジっていう人が上げてる動画が昔のスタジオの、はい、まあ俺なんだけど昔のスタジオの映像とかさらっと言ったさらっと言ったね。そうそうそう、じゃあ本当にそれの一番最初に上げてる動画見たらびっくりすると思う。とっても細い。え、見たい。本当にあの何だっけ、ピーピングクロックスっていうあの音源になってない曲を練習で撮ったやつがあるんだけど、うん、はい、それの映像がもうはっと思ったもん最初、久しぶりに見た時こいつ誰だって思ったから見たい。そう、その歴史が、あ、こいつがどんどんでっかくなっていく歴史が実は見れたりするので。じゃあ皆さんぜひね YouTube で、はい、もう探してみてください、遡ってみてください。はい、ね、じゃあね、あれっすよ、まだ聴いてないバンドのね音源がねありますね、はい、あるんすよ。何疲れてんだよ聞きましょう聞きましょう、疲れんじゃねえよはい、はい、じゃあね、ここでバルブフィクションにね、はい、曲紹介をしてもらいたいと思います。はい、バルブフィクションで Watch Over。Some time off, I couldn't hold it in, I spit it all out. The sound of raindrops masked my cry.
Sometimes cars just went on by without a single care. It did not notice me. I want your full attention now. Please don't leave me all by myself. Stood in front of your doorstep. For days and nights I'll stay there. The moment I realized that this my comfort. One day fed me like I'm yours. Until then I ate off the ground. The servings in the bowl, it made me think that when you let me in your life, I found my place. I made up my mind to give you everything. And all that I have will say. I had a friend, an older male who taught me ways. If it wasn't for him, I'd still be out there. Years gone by, I felt better now. I knew the time was coming close. I came to realize that it's my turn now. お聞きいただいているのは Valve Fiction で Watch Over です。です。これ俺が歌ってるんですよ。そうなんです。このバルブの意外なところが、見た目ジョシュアが英語ペラペラっぽいのに、そう全然知らないです。実は歌ってて英語が上手なのが流行ったっていう。どういうことなんだよ。醤油顔が。自分で言った。そこまでも。ね。喋れないですよ。英語喋れるようになりたい。いや、いいよ、ジュシャそのままで俺そのままのジュシャが好き。その顔で練習してんのは超面白いけどそれちょっと見たいね。ジュシャね、顔はちょっとハーフ、ね、ハーフだもん。これ R の発音が難しいあの、火曜日にね、今週の火曜日にあの、このお隣さんライブの練習をしていて、あの、セットリをこう考えるんだけど、曲、うん、やる曲を考えるんだけど、ジョシュアがこのセットリをどんどん書いてくるんだけど、曲名をそれを英語で書くやつ、ほぼほぼ全て間違ってたいや、それはね、疲れてるだけだよ何だそれジョシュア必死の抵抗めっちゃいいキャラ持ってんねいいな、バルブいいなぁ間違ってたの今知ったんだやばい、めっちゃ変な汗いっぱい出てきたそうです L と R をよく間違えるよね違いますね、難しいんですよ、ね、これガチのダメ出しっすね怒られるんですよ、スペルで女子はツイッター間違えてるよやばい、面白い。今度からジョシュアのツイッターちょっと見てみて。いやちょっと変な汗出るんで気をつけます。スペルチェックあるからね。スペルチェックちゃんとスペルチェック入ってますこんなバルブとカイノと空間日和、それから DJ トウヤさんからなるお隣さん、はい、ということで、はい、6月25日ぜひね遊びに来てください。お隣さん員様来てちょうだい。お願いします。あ、お願いします。バラバラじゃあ、ということでよろしくお願いします。お願いします。1分 CM 入ります。Welcome to Rock Your Music.
エージェンシーのイベント情報を紹介するコーナーです。フロットオブサークルの沖縄公演が那覇のライブハウスアウトプットにて、今月の17日土曜日18日日曜日の2日間開催いたします。沖縄公演の2日目は、泡盛ナイト 鬼殺しナイト琉球編と題し、激しく踊れる MC なしのノンストップライブになる予定ということです。オープニングアクトには地元沖縄の若手注目バンドシャルマイケンアカネの出演も決定しております。趣向の違う2日間どちらも、楽しめると思いますので、ぜひぜひ参戦してください。そしてもう一つ、今月の23日の金曜日には、那覇にあります桜坂セントラル、なまったね今桜坂失礼しました桜坂セントラル、はい、那覇にあります桜坂セントラルにてザ・ピローズの、ライブ公演があります。今年の3月に発売された21枚目のアルバムノック・イン・ザ・ブレインを引っ提げてのツアーということです。オルタナ色全開のピローズが帰ってきて、昔からのファンも各地で熱狂ライブを体験済みということで、沖縄でも暑い夜になること間違いなしです。チケットプレイガイドにて絶賛発売中ですので、皆さんぜひ、お買い求めください。以上 PM エージェンシーのイベント情報でした。ということでね、まあっという間にエンディングですよ。はい、はい、早い、早かったね。じゃあ最後に、じゃあ6月25日のお隣さんのイベントをおさらいしたいと思うので、じゃあしんさん、はい、ライブ告知をぶちかましてくれよ。はい、じゃあ6月25日、日曜日ですね、お隣さんプレゼンツ、お隣さんインサマー、アットマークアウトプットということで、オープンが、6時半、スタートが、7時で、チケットが2500円になっております。はい、今フライヤーをカメラに向けてます不器用な男です音声では気合で伝えてますすいません、今回初めてね VJ も入れて、で東京の方からベンサムというバンドも呼んで、はい、本当に最初から最後まで、目が離せないイベントになると思うので、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うまい、しんさん、完璧じゃん、しんさん。すごいフライヤーを見せながら考えてた今あの一瞬の無言の間がね奇跡を生んだ。止まりたがりですからね会議。そうですね、そうですね、そういう時間必要ですからね、はい、お隣さんのイベントではこの3組見れるんだけど、他にも来れない、あ、もし、ま、もっと見たいとかいたら、カイナとかバルブフィクション、他にライブの予定とかあるんですか？あ、じゃあ、カイノが、まあ、ちょっとお隣さんの前日になるんですけども、ビギンの主催の歌の日コンサートを今年出させてもらうことになりました、すごい、とってもちょっと、ね、今年夏の野外僕ら初めてなんですけど、とても楽しみにしているので、ぜひとも遊びに来てください。それと、あと8月の18日にですね、また東京の方からウィナーズというバンドが来て、沖縄の方で僕らの方が対バンさせてもらうことになりましたので、もしよければそちらの方もチェックよろしくお願いします。はい、バルブもある。はい、バルブからは、8月19日にある、ゴールデンサーキットという、那覇にあるアウトプットと G シェルターという、2つの箱を使って、行ったり来たり、どちらも楽しめる、すごくバンドの数が多い、ライブがあります。うん、そうだそうだそうだな、8月19、来てください。よろしくお願いします。はい、でもね、もうカイノもバルブもライブ決まってて、いいね、一応、はい、もあるよまあまあ空間もあるんだけどねだからみんなね、もうこんな感じで活動頑張ってるからね、はい、でお隣さん、本当に気持ちも力も込めているイベントなので、皆さん6月25日、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。じゃあ最後に一言、各バンドから、カイノのシンさんから一言。一言、今日本当に楽しかったです。ありがとうございました。6月25日、ぜひとも、アウトプットの方でお会いしましょう。今日本当にありがとうございました。よっ、ありがとうございます。じゃあ、はい、バルベキューの、ジョシュアと申します。神々やな、神々やな、お前一歩切ってるよし、6月25日、みんなで遊びましょう。よろしくお願いします。遊ぼう、イエーイ、よろしくお願いします。じゃあ、マッチ
この番組は PM エージェンシー、スタジオ J の協力でお送りいたしました。 Don't miss it 最後それあでも春樹のね、笑顔が素敵だから許すよ。ありがとうよ。唇乾いてるよ感想肌めっちゃ気になるそれじゃあ皆さん、じゃあ6月25日お待ちしてます。またね。またね。またね。